はい、おっちゃんです。2022年12月4日おっちゃんの朝ごはんです。今日の朝ごはんはオートミール 30g を 150cc の牛乳でレンチン2分したオートミール、これにバニラエッセンス、バニラエッセンスをかけて、シロップがちょっとなくなっちゃったんでね、なので砂糖を入れていただいていきたいと思います。オートミール別にダイエット目的じゃないんでね、砂糖入れます。で、よーく混ぜます。いや、オートミールはいいですね。簡単にできて美味しい。こんな感じになりました。いただきます。うん、うまい、うまいね。うまいよ。あー、いいね。あんまり普段ね、甘いものとか食べないから、朝ごはんにね、糖分とって脳みそを一気に起こすような感じでね。うん、うまい、うまい。うん、で、結構ね、量が増えるんですよね、オートミールね。牛乳吸って 30g ってすごい少ないイメージですけど、これでも十分朝ごはんに満足できる朝ごはんになるぐらいね。なるんで、うまいね。オートミールは一回ハマるとなかなか抜け出せないね。うん、もう常に常備してないと。やっぱバニラエッセンスがいいですね、これね。ただ砂糖だけだったらちょっと多分物足りないと思うんですけど。あ、ちなみにあのレンチンするとき塩も一つまみ入れてるんでね。うん、美味しい、美味しい。バニラエッセンスのね、この香りがね、なんかもう全然変わるから、うん、うまいよ。もうなくなってしまう。うん、うん、完食です。あ、美味しかった。うん、
前まで朝ごはん食べなかったからね、それがねオートミールのおかげで朝ごはん食べるようになって、まあ量もちょうどいいしね、サクッといけるし、うん、というわけで、40代おっちゃんの朝ごはんでございました。見てくれてありがとうございました。ではでは。